片町スクランブルナイト、続いては片町トピックスです。はい、ここからは男密度が上がっておりますけれども、新しい試み、片町で昼飲みしようという企画についてお話を伺ってまいります。お迎えしましたのは片町昼飲み協会会長、パブ北村屋オーナーの北村屋茂樹さん。こんにちは。こんにちは。そして、発起人ですね、パリキング店長、山口紀正さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、さっきからプニタンがね、パリキング前行ってっていうことで、テユテユすっかり北村屋さんもテユテユしてますけれども、可愛い子でしたね。可愛らしい、うん、ね、多分またねお邪魔することも出てこようかと思いますけれども、うん、で、そう、片町で昼飲み使用企画ということで、はい、これちょっとね、どういうものなのかっていうところからまずお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、まあ、そうですね、夜の繁華街が最近ね、なんかいろいろテレビに言われるように、うん、なんか夜だとコロナ密だったりだとか、はいはい、でそういうのがなんか結構夜の片町って結構夜の街なところあるじゃないですか、イメージが ね、うん、でそれをちょっと払拭したくて、昼の片町もこんな楽しいんだよという、うん、で昼開放的なところ、お天気のいいところでみんなでその街中を使って、うん、密にならないようにその酒場を楽しもうという、はい、そういう企画でございますけど、ね、はい、で今ね、お二人もこうメニューといいましょうか、案内をね、うん、お持ちいただいているんですけれども、はい、これがね、またちょっとこう、ね、今7月場所始まりましたけれども、そうですね、番付チックな感じで、番付表風な感じでちょっとデザインさせていただきまして、うん、ね、そして、まあ、片町昼飲み案内とありますけれども、いろいろなお店がね、うん、ちょっとあちらのカメラに見せていただけると、ドドンと金沢巡業、片町週末昼飲み協会なんてありますけれども、片町、木倉町、あとは新天地なんていうところも名前が入ってました。そうですね、はい、はい、まあ、大体、まあ、どこら辺までが片町っていうんですかね。実際高林坊からどこまでなのか、柿の木畑も片町と言っていいのかとか、うん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 、なんかどうなんでしょうかね。まあでもトータルで言ったら金沢の、まあ、繁華街と言いましょうか、まあ、ここら辺が片町と思ってね、元気なところ、うんうん、この辺りという感じになりますね。と、何店舗参加されてるんですか。23店舗です。お、23店舗、はい、で、まあ、昼飲み、はい、ね、夜だけでなく明るい時間帯のこの片町も楽しんでもらいたいということで、はい、すごいですよね。で今ねご覧いただいたこの、番付風の メニューといいましょうか、案内なんですけれども、ここには地図もついてますし、で裏側見ますとお店の、ね、写真だったりとかメニューのちょっとしたところなんていうのも見えたりするということで、まあ、まずこの企画に対する思いの部分どうですか。23店舗今回集まりましたけれども、はい、うん、とにかくみんなあのやっぱり夜のやっぱ下がった売り上げを昼でちょっとなんかちょっと補填したいというところもありたいのもあるんですけど、あとはあれですよね、やっぱお客様とやっぱこう接する機会が少なくなっちゃったんで、うん、全然違いますか。やっぱりそうですね、うん、やっぱり昼ね、ご家族とか、まあ、ショッピングエリアでもあったりするんで、新しいお客さんの層だったりとか、うん、片町またちょっと結構なんか片町で飲むってちょっと金沢では結構一番なんていうかレベルが高いというか、なんだろうな、まあ、ちょっと敷居の高い、敷居が高い、敷居が高いところ、家族連れの方だとちょっと来づらいっていうようなイメージもあったりとか、でもそれでもあくまでもイメージなんでしょうけどね。そうですね、うん、でやっぱその夜の繁華街っていうキーワードが最近ちょっとやっぱ先行してしまってて、はい、やっぱ郊外と違って、はい、そうですね、ちょっとお客さんの戻りが遅かったので、うん、ちょっとなんかできることはないかなと。まあ、いろんな顔はあると思うんです、片町にもね、はい、やっぱりそれこそ補正さんのお店だったりだとかもあるけど、うん、やっぱ飲食店もものすごく粒ぞろいなお店が多いので、はい、このままやっぱりね、なんかこのダメになっていくのは本当にもったいないなと思いまして、うん、そうそう、だからぜひこのなんていうかいろんな実力店が集まってる、ね、はい、片町を皆さんに知ってもらいたいなという思いはすごいありますよね。うん、でこうやって、まあ、参加を呼びかけて皆さんと、ね、こうやり取りがあって、どうですか、片町の各お店、金沢の各お店
影響は相当あると思うんですけれども、うん、でもやっぱり元気、うん、昼は結構元気、まあ、元気でありたいというか、やっぱあらなき僕らがやっぱ元気じゃないと、うん、やっぱ街自体が沈んでしまって、うん、あの本当に自粛期間中のその間はもう街の明かりすらついてない状態でしたし、そんな片町見たことないでしょ。いやそうですね、うん、で僕らもずっと自宅にいてやっぱり何もやることなくて、はい、やっぱどんどん気分が沈んでっててっていう状態ではあったので、うんうんうん、ただやっぱ守るものは守らなきゃいけないっていう部分で自粛はさせていただいてましたけど、はい、やっぱ徐々には戻していかないと、やっぱ生活も僕らのまあ仕事でもありますから、うん、生活もありますし、ただまあやっぱ対策やっぱこうやってフィルムもうちの店貼ったりとかしてますし、できることはやっぱちょっとやっていきながら、はい、ちょっとできる範囲でやっていければなと今思ってるんです、うん、でやっぱその夜だけの営業だとどうしてもその7時から9時ぐらいの間に密集してしまうというか、どうしてもその時間が混んでしまうので、はい、ちょっと昼から投資営業にすると結構やっぱ分散もするようになって、うん、ちょっと密の時間も減ってきたかなと思ってるので、うんまあ、ちょっと昼飲みやってよかったなと思うのはそういう部分もあります。あなるほどね。そうか、北村屋さんの方ではそういったコロナ対策っていうのはどういったことをなさってるんですか。まあ基本的にはフルオープンでやってまして、うんはい、やっぱ手もう消毒だったりだとか空気清浄機だったりだとか、うん、一応ね、うん、多めに設置はしてやってますけど、はい、いかんせん立ち飲み屋さんなので、うん、やっぱりこの密集してしまったらもうなんかこう手がつけられないことになっちゃうんでね、やっぱり、うん、なるべくある程度人数制限でやったりだとかしてますけど ね、 ね、 そこがまたねパブのいいところでもあるんだと思うんですけど ね、 うん、まあ、ねそこを発揮できない状況で、そっか、はい、まあ、でもあれですか、うん、と若干時短営業だったりとか、うん、今はもう通常営業普通に戻ってらっしゃる感じですか。お互い時短の状態ですね。まだ、はい、うん、半分しか週末しかその1階の パブ部分は開けてなくて、うん、ああそうなんですか。そうですね、2階のバーにみんな上がってもらう感じにするとか、うちも席数は3分の2ぐらいまで減らしてやってますね、うんはい、で窓も開けっぱなしっていう感じで、うん、はい、じゃあねそこをちょっとこうねまた払拭するではないですけれども、お昼の昼飲みの方でもね、うん、皆さんにお出かけいただいて、そしてまたね片町を楽しんでもらいたいですよね。そうですね、うん、そうですね、すごいいい観光地なんでね、金沢は近くにね歩ける範囲で兼六園とか二十世紀美術館とかいっぱいあるんで、はい、そこもまるっと兼、うん、今は県外からのお客さんちょっと難しいんで、県内のお客さんにもう一度金沢のこのね良さというか、うん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 、ね、あんまり見ないじゃないですか、地元の人ではもう兼六園とか行かなかったりとかしますけど、うん、そこら辺とかはまた見ていい街だなと見直してもらって、そうですね、で疲れたら片町来て、うん、ちょっといっぱい飲もうかとかやってくれる、ね、そういう使い方も使い方の片町を今からね作っていけたらいいなと思いますけど ね、パパが飲みに入ってママと子供たちはお買い物とか、ね、そう、うん、そういうのありますね、ね、ありますね、うん、はい、いろいろな楽しみ方があると思いますので、この片町昼飲み、あとあの参加店舗も現在続々増えている、そうですね、募集中ですし、ここから先も参加できるとできますけど、はい、はい、まあ、一応このパンフレット自体はちょっと3ヶ月ぐらい使おうかと思ってるので、あのパンフレットを新しくするのが3ヶ月後ぐらいになるので、もしまあ参加していただきたい、参加したいっていう店舗があってもちょっともうちょっと後にはなってしまうかもしれないんですけど、まあもうすでに何件か、いやこんなんやってんならうちもやりたいなとか、昼今までやってないんだけど、いやうちも昼明けようかなっていう声はいただいてるんで、なるべく早めにちょっとまた次の秋場所、冬場所じゃないですけど、ちょっと、ね、そちらのパンフレットも作っていきたいなと、うん、結構都会の方ではこの昼飲みっていうのはもう文化として定着しつつあるっていう、そうですね、首都圏とかは結構 ね、名古屋、大阪、東京とか、まあ、昔からある文化なんですけどね、金沢ってやっぱりなかなか本当になかったんじゃないですかね、うん、やっぱ勤勉なんですね、町として、うん、街中のビールイベントとかいっぱいあったんですけどね、ああはいはいはい、うん、それが今回できないでしょうから、うん、本当にこの各店舗でみんなで味わってもらいたいなと、うん、そうですね、思います、はい、一箇所にやっぱ集まるっていうのがね、うん、今の時期ちょっとやっぱ厳しいので、各店舗でそれぞれのペースで今やってる状態ですね、うん、そうですね、であのこのねマップ、これはもう店内県内、
片町の各お店で配ってる感じ、はいはいはい、そうですね、はい、あとインスタ解説してらっしゃるんですね、はい、そうですね、昼飲み、昼飲みアンダーバー金沢、はいですね、そちらをフォローしていただけたら、うん、あとこちらにちょっと面白い昼飲みのたしなみ方とかそう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 、これがちょっと漫画帳でこの書いてあったりだとか、はい、あとは昼飲みなんでやっぱり北鉄バスの時刻表を QR コードで、はい、出してたりだとか、色至れりつけて、そうですね、あの昼飲みのたしなみ方その1ということでね、はい、一軒に長いせずはしご酒すべしで、真ん中はですね、女性に話しかけるときは一杯ごちそうをって書いてある。ただただ喋りかける方やっぱ多いそれは少しそうマナー違反かなと思う、やっぱ粋な飲み方っていうんですかね、やっぱりしていただきたいなと、はいはいはい、あこういうところでもね、はい、お勉強しながら楽しんでいただきたいなというふうに思います、ね、あの平日昼飲みの部とかね、土曜昼飲み、日曜昼飲み、祝日昼飲み、はい、いろいろなこう参考になるデータがいっぱい載ってますんで、ぜひこちらマップゲットしていただいて昼飲みお出かけいただきたいですね、はい、どこでもらえるかって、このマップに関しては参加店舗と、はい、あと金沢駅のあの観光あのなんだっけ観光案内所みたいな、観光案内所ですね、はい、あそこにはもうなくなってるかもしれないですけど、うん、あとインスタグラムも全ての店舗情報入ってますので、はい、よければインスタグラムもチェックしてください、はい、そうですね、昼飲みアンダーバー金沢、こちらでチェックをいただければと思います、はい、じゃあ最後になりますけれども、それぞれにですねカメラに向かって一言ずつ、お店の PR でも結構ですし、この昼飲みのね県についても PR でも結構でございます、片町昼飲みについても結構でございます、一言ずついただければと思います。真ん中のあちらのカメラになります、はい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 、じゃあ北村屋さんからいきますか、はい、ね、金沢の片町はすごい魅力の詰まった、その本当に明るくて愉快な繁華街なんで、ぜひぜひ皆さん、昼飲みから入門の方も、ね、夜から昼に切り替える方も、ぜひ昼飲み協会こちらよろしくお願いいたします、はい、じゃあ山口さんお願いします。はい、今回その昼飲みのこの協会ですけども、本当にすごいいろいろなジャンルが、集まって、スペイン料理からチェコ料理、刺身が出てるような居酒屋であったり、本当に今まで夜しかやってなかったようなバーみたいな店もあります。本当に夜ちょっと片町って敬遠してた人もいるかとは思うんですが、またちょっと昼明るいうちにね、今までの片町とはちょっと違った魅力も見つけていただければなと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。片町昼飲みについて伺いました。お迎えしたのはですね、片町昼飲み協会会長、パブ北村屋オーナーの北村屋茂樹さん、はい、そして、発起人パリキング店長の山口典正さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。